今日午前4時半ごろ、富士山の静岡県側富士宮ルート元祖7合目付近の登山道で、意識不明の60代の男性が倒れているのを別の登山者が見つけ、山小屋の従業員に通報しました。静岡県警が男性を救助し、富士宮口5合目まで運びましたが、死亡が確認されました。静岡県側では、山開きを迎えた昨日も、山頂の剣ヶ峰付近で40代から70代とみられる男性が滑落して死亡したほか、御殿場口8合目の登山道で、心肺停止状態の77歳の男性が救助されましたが、死亡が確認されました。一方、山梨県側でも、今月8日に58歳の男性が8合目で意識を失い死亡していて、富士山では登山者の死亡が相次いでいます。